マーサ・グレアムは、アメリカ合衆国の舞踏家、振付師であり、モダンダンスの開拓者の一人である。マーサ・グラハムと表記されることも多い。ペンシルベニア州アレギニーに生まれ、14歳の時、カリフォルニア州に引っ越した。1910年代にルース・サンデニが踊るのを見て、ダンスに興味を持つことになった。22歳になって、デニショーオン・ダンサー養成所に入学し、プロへの道を目指した。 テッドショーンとマーサグラハム1921年1922年舞台、雑誌、シャドーランドのニコラス・マーレー撮影のポートレート1925年に、ニューヨーク州ロチェスターのイーストマン音楽院のダンス講師になった。その後、彼女はデニショー音で知り合った音楽の詩で恋人でもある、伴奏者のルイス・ホーストのサポートをもとに独立。1926年に、自身のカンパニー、 マーサグレアムダンスカンパニーを設立した。収縮と解放をテーマにしたことで広く知られる、彼女の独特の身のこなしのスタイルと表現は、当時のモダンアートを反映している。スナミ総一撮影1929年、マーサグレハムの異端者、カールワン・ベクテン撮影マーサグレアムとバートラムロス1961年1930年代に、ハイルとグレアムは、 ベニトン大学やニューヨーク大学で指導する傍たら、1927年により、ダンス部門の長に就任していた、同ファーストネームを持つ、アメリカ人ダンサー、マーサヒルの下で支持しながら、共に活動し、本格的にニューヨークを活動拠点を移した。1951年、グレアムはまた名門ジュリアード音楽院における、ダンス部門のメンバーにも就任し、ここでもグレアムは、 マーサヒルにディレクターを任せ、自ら助教授となりながら、モダンアートの研究に勤しんだ。1936年にグレアムは彼女の特徴的な作品であるクロニクルを発表した。大きなインパクトを与え、まさに新時代の到来を予感させる意欲作であると言われた。この作品は、深刻であった当時の世相、話題をモチーフとして、 一般の観客によりドラマ性をもって演劇をアピールするものであった。この頃のニューヨークは暗黒の木曜日やそれに続いた世界大恐慌及びスペイン内戦等の世情があり、これらの具体的な素材に触れながら当時の鬱蒼とした世相や孤独感を静かで暗い舞台装置、セットや衣装で生々しく表現したものであった。1927年に マーサ・グレアム・ダンス・カンパニーが創立された。彼女の教え子の中には、バテシバ・ド・ロチルドがいた。ロチルドがイスラエルに移り、1965年にバテシバ・ダンス・カンパニーを設立した際、グレアムはディレクターに就任した。1948年に15歳年下のダンサーのエリック・ホーキンズと結婚した。彼女にとって最も大きなスケールの作品。 クリュタイム・ネイストラーは1958年に制作され、エジプト生まれの作曲家ハリム・エルダブによって音楽が付けられた。彼女にとって最後のパフォーマンスは1960年代後半に行われ、以降は振付に専念するようになる。1991年に96歳で亡くなるまで仕事を続けた。1976年、ファーストレティのベティフォードが幼少時、 グレアムの下でダンスを学んだことが表敬され、ジェラルド・アル・フォードから大統領自由勲章を授与された。1998年、タイム氏は彼女をダンサー・オブ・ザ・センチュリーとして、また20世紀において最も重要な人物の一人に挙げている。1955年、1974年、1990年に来日した。日系人、日本人の弟子として、 ユリコ・キクチ、アキコ・カンダ、アサガワ・タカコ、オリハラ・ミキ、アイリス・ギルモ・アラがいる。117回目の誕生日にあたる2011年5月11日の Google のロゴは、ライアン・ウッド・ワードによるマーサの舞踏の世界観を表現したアニメーションになった。ありがとうございます。